今日の動画は暗記について話していくんですが、準備してほしいものが一つありまして、スマホ持ってる方はスマホ、これストップウォッチで使いたいんでね。でスマホを持ってない方はご家族から借りてくるか、あの冷蔵庫とかに貼ってあるキッチンタイマーでも構いませんので、まあ、ストップウォッチ、時間が測れるものを準備してこの後見てもらえたらと思います。改めましてどうも、あいちです。今回は暗記のポイントについて話していくんですが、あの本編のねポイントだけを聞きたい方はちょっと時間をここに飛ばしてもらえたらと思うんですけど、よかったらね一つ付き合ってほしいことがありまして、今から少し難しめなレベルの漢字を10問ほど表示します。でこの漢字の読み方をぜひ覚えてみてください。暗記時間はだいたい60秒くらいでいいかなと思います。あの動画の方は5秒くらいで切り替えてしまうので、画面ちょっとピッて止めてもらって、ぜひ暗記やってみてください。では行きましょう。はい、皆さん暗記お疲れ様でした。ではテストページ行きますよ。読みバージョンと書きバージョン両方表示しますので、ぜひねご自身で合う方で使ってみてください。では行きましょう。皆さん結果いかがだったでしょうか。お付き合いいただきありがとうございますと言いたいとこなんですが、実はこっからが本番なんです。ごめんね。本番で今からそのスマホのストップウォッチ、もしくはキッチンタイマー60分に設定してください。60分です。いいですか、もうかけちゃっていいです。ピッて。で60分後にアラーム鳴りますよね。でそこでもう一回この動画のテストページですか、さっきのテストのページを表示してほしいんです。でそれまで60分間ずっと勉強しよう、そんなこと思ってないです。みんなの勉強してもらっても構わないし、遊んでも構わない、ゲームをしたって構わないです。ただ60分後のアラームが鳴った時にもう一回テストのページで覚えてられるような状態で60分後を迎えてください。いいですか、それぜひやってもらって、でも結果はねこの後動画はもうポイントのページに移ってしまうんですけども、それをやってもらった上でこの後のポイント見てもらえたらと思います。いろいろ付き合わせてごめんね。では60分後にまたねお会いしましょう。それではここからは暗記のポイント話していきます。今回私から伝えていくのは3つありまして、まずは自分テスト、そして時間削減とグループ暗記です。まずは自分テストから。これは名前の通り自分でテストをすること、私自分テストって呼ぶんですが、まあ、みんなも普段勉強していく中で、今回はね漢字でやってもらったけども、英単語だったり歴史上の人物、理科の言葉、数学の公式って勉強で暗記は切り離せないですよね。主要5科目だけでもねたくさん暗記しなきゃいけないのに、例えば期末前とかだったら副教科も入ってくるわけじゃないですか。でいろんなものをやっていかなきゃいけないから、どん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 次の勉強、次の勉強、次の暗記ってなりがちなんですけど、それ定着してるのっていう確認を怠ると、やってるのに、勉強してるのに力が伸びない、力がつかないままどんどん進んでいってしまうっていう落とし穴にはまるんですね。でこの落とし穴は本当に厄介で、あとさ勉強、まあ、好きな方もいると思うけど、できればやりたくないってね思ってる方も多いと思うんです。でもその気持ちをグッて踏ん張って頑張ってるわけよ。なのに頑張ったのに結果が出ないんですよ。そもそも普段の勉強でも、え、前やったのにまたできないんだけどって、どん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 モチベーション下がっちゃうんですよね。なのでこの落とし穴は本当にハマってほしくない。そのために大事なのが自分テストなんです。今回ね動画の前半でテストをやってもらいましたけど、あれが自分テストなんです。で難しい感じ表示しましたけども、やってもらったじゃないですか。で覚えた、その瞬間は覚えたんですよ。でも人間は忘れるから、忘れちゃうの。短期記憶、短い期間の記憶をしたものを長期記憶って言って、その長い期間覚えてられる記憶に持っていかなきゃいけない。で持っていくためにはやっぱり反復して繰り返さなきゃいけないんですよ。定着しないから。でそれをちゃんと定着してるのかっていうのが自分テストなんです。で今回は俺が編集でねこうやって作りましたけど、そんなやってらんないじゃん。だから普通にこのね、例えば英単語のページ、漢字のページやって、これ覚えてるかなっていうのをチェックすればいい。そのチェックの仕方は、例えばルーズリーフの左側にさ英単語書いて、それを意味も書いて、意味のところを折って確認すればそれもできるじゃん。意味覚えてるかなって、例えば赤のさ赤ペンで書いてさ赤シートで隠してもできるわけじゃん。そうやって自分でテストをする、答えが載ってるところを見て、あ覚えてる覚えてる、これは怪しい、ちゃんと答えが見えてない状態で自分テストをしないと、本当にテストの時にできるかがわからないので、必ず自分テストをする癖っていうのをつけてください。そして二つ目が時間削減です。これは私がよく塾の時の生徒にもね言ってたことなんですけど、勉強って特に暗記です。
暗記に関してはとにかく時間を短く効率的にやろうぜって、長く書けない暗記はっていうのをポリシーにしてました。でもさっきさ、反復しろって長期記憶持ってけよって言ったじゃないですか。これ相反しますよね。たくさん繰り返せって言ってたりとか、時間削減しろって言ったりとかね、そう聞こえるかもしれないんだけど、あと反復はしなきゃいけないです。繰り返さなきゃいけない。でも一回の繰り返すところを時間を小さく短くすればいい。じゃあどうやるかっていうと、よくね、暗記をしようね、勉強しようと思った時に勉強机に座って例えば書いて覚える、それを暗記の全てだと思っている方もいます。それもいいんです。書いて覚えるのも大事だけど、1回目はそれでいいと思うのよ。だって初めましてのさっきの漢字とかも、初めましてで書き問題やろうと思ったら、やっぱり何回か手動かした方が定着するよね。それはいいの、いいんだけど、2回目とか3回目って書く必要あるかい？そもそも勉強机に座る必要あるかい？ないよね。なくてもいいんだって。例えばみんながお風呂に入ってる時、ご飯を多分ご飯の時あるかな、でもトイレ行ってる時とか、今日やった、さっき俺のねパソコンで表示した画面でもいい、画面さ10個並んでるわけよ。左上がなんとかで、その次がこの感じで、その次がこの感じって、場所もセットで覚えられるでしょ。思い出せるんだって。で、思い出すだけでも十分な反復なの。それだったら隙間時間でできそうじゃない？しかも短い時間でできる。だから最初はある程度時間は必要かもしれない。でも2回目3回目って繰り返す反復のところは思い出すだけでもいいんだって。それでもいいんだよって。間違っちゃいけないのは書いちゃいけないってわけじゃない、書くのも1個の選択肢だから。でも隙間時間で思い出すだけでも十分な勉強反復なんだっていうのを覚えててください。これが自分の選択肢に入るだけでも、やっぱり反復はしやすくなるし、反復がしやすくなるってことは長期記憶に持っていきやすい、定着しやすくなるから、みんなの力になりやすいんです。そういった意味で時間を削減する、隙間時間をうまく使うって意識を持っていきましょう。そして最後はグループ暗記です。これはですね、例えば英単語とか、まあ、ものすごい量覚えなきゃいけないですよね。1000とか2000覚えなきゃいけないときに、1日30単語ペースみたいな。今日は30、今日は60まで、今日は90までって。まあ、これもいいんですよ。いいんですけど、やっぱり覚えにくい単語って出てきちゃうんですよ。で、よく30単語マスターしてないから次に行けないみたいな、こだわっちゃう方いるんですけど、やっぱり覚えやすいものと覚えにくいものってあるので、ちょっと1日ごとを厳密にするんじゃなくて、3日間で、例えばじゃあ今で言うたら90単語か。3日間で90単語マスターしていこうみたいな。ちょっとグループにします。何日間かの。それは1週間とかでもいいです。で、そうやって1日ごとを厳密にってするよりも、何日間かで何単語とか、何日間で江戸時代を覚えていくみたいな。グループで発すると考えていくっていう、そういうスケジュールの立て方の方が、融通が聞きやすくなるので、まあ、そんな感じで絶対ここまでやらなきゃ次に行けないみたいなしちゃうと、やっぱりこうね、二の足を踏みやすくなってしまうので、そういったグループでこう契約を立てるっていうのも一個の手ですので、ぜひ覚えておいてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。最後に一つ皆さんに伝えたいことがあります。まあ、今回もね、暗記の仕方私話していったんですが、まあ、暗記法にしても勉強法にしても、ベストアンサー、これじゃなきゃダメだよなんてものはないです。ないと思ってる。だから私もただの一つの選択肢を喋ってるだけです。何が言いたいかっていうと、これじゃなきゃダメだよなんて思わなくていいんです。今回ここまで話を聞いてもらって、いや、それでも自分に合わねえなって思うなら、やんなくていいの。ね、配置がいてたからやんなきゃなんて思わなくていい。でもこうやって話を聞いてみて、ちょっとやってみようかなと思ったら、まず試してみてください。聞くだけと実際にやってみるは大きな差があります。で、やってみた上で、あ、なんか違えなと思ったらやめればいいじゃん、すぐに。で、やってみてさ、いや、ちょっとここはこう変えてみようかなって思ったら、どん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 自分流にアレンジしていったらいいの。いろんな人がいろんなことを話すし、ネット上にもいろんなことが書いてある。だからみんなもさ、いろんな情報に触れちゃうから、もうどれだよってなるかもしれないんだけど、いろんな情報に触れて、いろんな選択肢を持った状態で、あ、でもこれが良さそうだなって思うものから試してください。で、試して、あの人がこう言ってたから変えちゃダメなんて思わなくていいの。たくさんアレンジしていこう。たくさんアレンジしていった先に、みんな流のみんなの勉強法、暗記法が見つかるヒント、そこに近づくようになっていきますので、ぜひその選択肢の一つだと思って、これからの動画も見てもらえたらと思います。なんかそのね、ヒントというか、その一歩になれたら嬉しく思います。これからもいっぱいね、いろいろ喋っていくと思うんですけども、まあ、そんな風に思って動画をこれからも見てもらえたら嬉しいです。
はい、ということでね、また今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃまた来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それじゃまたね、のび。